自民党。令和日本、新しい時代、国民一人一人の未来のために、自民党は走り続ける。今日も明日も全力で。自民党総裁の安倍晋三です。日本の明日を切り開く、私たち自民党にお任せください。愛媛県選挙区、楽三郎。皆さんこんにちは、楽三郎です。テレビ、ラジオの世界から政治の世界へ、楽三郎の挑戦は始まっています。将来の不安を解消するためには、東京の一極集中を是正し、地方の元気な中小企業や農林水産業を応援して、日本全体が力強い経済を取り戻さなくてはなりません。また抜本的な人口減少対策と子育て支援や教育の充実によって、将来に希望の持てる社会を作ることが重要です。さらに赤ちゃんからお年寄りまで、日々安心して安全に心豊かに暮らすことができる全世代型社会保障制度を構築するべきだと思っています。そのためにも、今まで以上に皆様の声をしっかり聞かせていただき、人に優しい政治を目指します。25年テレビとかラジオとかに出演するようになりまして、その魅力を発信したり伝えるような仕事をしてたんですけども、なんて愛媛っていいところなんだなと思いながらも、その土地土地に行ってみると、やっぱりちょっと課題が見えてきたり、問題点があったり。安倍総理が何度も地方創生なくして日本の再生はないと、まさにその言葉はこの愛媛にも当てはまる言葉であります。今回一番僕の背中を押したのは、昨年の7月の豪雨災害。明日も見えない中で、みんな一生懸命も汗も涙も流しながら復興に取り組んでる姿とかですね、自衛隊の皆さんがなかなかお風呂に入れない方々のためにお風呂をしつらえてあげて、それに入ったおばあちゃんが自衛隊の方々にこう手を合わせて、本当に感謝している、そんな姿を見てるうちにですね、市政、県政はもちろんなんですけども、国政という大きな力というのが必要なんだなということを痛感しまして、やっぱりふるさとの復興っていうのはですね、一番僕の今エネルギーになっているっていう、そんな気がしてます。大洲の徳田さんというご家族の農家の方なんですけど、復活して復興してるように見えてもですね、みんなやっぱりまだまだ復興入り口よね。まだそうですね、もう半ばにも行ってないし、とにかくこの僕本人が愛媛に住んどってよかったなという思いが強いですね。ですから県民の皆さんにも、やっぱりここで住んどって働けて活動しとってよかったなという実感を持てるようなふるさと作りをしていきたいなと思っています。何においても楽ちゃんのふるさとは四国愛媛なので、愛媛を愛してやまない楽ちゃんで頑張ってほしいなと。遠い人でなく近いところで声を拾い上げてくれるかなというのはすごく期待していて、それをさらに国政に生かしていただけるといいかなと思ってすごく期待しています。メディアですごい活躍されていたんで、愛媛のいいところもすごい詳しいので、いい愛媛、そしていい日本にしてほしいなというふうに思います。私は教育こそ日本の発展の原点だと思っています。みんなが出会い学び合い育ち合う地域の人づくりのできる環境を作りたい。自己肯定ができる心豊かな子どもたちを育みたい。伝統と文化を大切に深く学べる環境を整えたい。地域の宝、子どもたちを学校、家庭、地域がスクラムを組んで育てる青少年育成を目指します。そして農林漁業の新しい時代を切り開きたい。効果的な中小企業の振興策を推し進めたい。とにかく愛するふるさと愛媛、日本のために働きたいんです。我がふるさと愛媛は青い海、豊かな里山、住みやすい町、本当にそれぞれの地域が輝きを放っています。でもその裏で課題は多いし、皆さんがいろいろと悩み事を持ってらっしゃるのも事実です。
皆さん一人一人の声を私楽三郎に聞かせてください。私楽三郎は情熱を形にしてまいります。楽三郎に任せてください。愛媛の皆さん、情熱を形にできる楽三郎さんをお願いします。